さあ、今日の動画ですが、9月の出張公演の告知もするんですが、もう一つこちらの説行ってみたいと思います。じゃがりこの中身が野菜すきっくりかかってもお腹が空いてる時だと気づかず食べちゃう説、こんな風になってます。九太郎ジュニアです。さあ今日は、9月の、出張公演の告知を、大好きなじゃがりこを食べながらやってみたいと思います。まず9月16、17、18、3連休ですね。東京都のグリーンウォーク多摩、こちら半屋外、ちょっと屋根付きですけどもね、屋外で雨が降ったら、港南2階で、やらさせていただくんですが、グリーンウォーク多摩、晴れだと、フードコートですね、フードコートのね、屋外のフードコートの特設ステージでやらさせていただきます。で、そしてあともう一箇所ね、もう二箇所か、9月24日土曜日、こちらがアクロスモール新鎌ヶ谷、千葉県にありますアクロスモール新鎌ヶ谷にねお邪魔して、これは屋内なので2階の屋内でねやってます。そして25日、アクロスモール守谷、これ茨城県のねアクロスモール守谷で動いてますよ。でした、惜しいの。このアクロスモール守谷はちょっと屋外ですね。ちょっと雨が降ったらちょっと屋根のあるところにちょっと移動しての公演になります。ぜひ皆様ご来場お待ちしております。それではジュニア君、じゃがりこ行ってみますか。ちょっと開けてあげるか。はい、どうぞ。いいよ、どうぞ。自分で食べない、開けるよ。じゃあいきますね。はい、どうぞ。あれ、あ、一口食ってあれ、ジュニア君普通に食べてるね何の違和感もなく。美味しいですか。あ、そうですか いい音鳴らして食べるね。ご飯前だとお腹空いてる時だとあんまり驚きもせず普通に食べてます。でもこれね、野菜がいいんだよね。普通に食べてる。人参残ってる、中入れとくよ。てか大根も一口で終わり。あら、見てください、きゅうりが好きみたいきゅうりばっかり食べて、ほらこれ人参大根残ってますよ。ジム、どうしたの。あら、きゅうり完食。他は食べませんか。人参はちょっと仕方なく食べてる感じですね。ということで施設立証でございますかね。で、お腹が空いてたらじゃがりこの箱の中身がじゃがりこじゃなくても普通に食べました。ジュニア君、じゃがりこは、じゃがりこは今日はないかも。ごめん、準備してなかった。ごめんね、またじゃがりこあげるからさあ、それでは9月もジュニア君出張、そして劇場でも頑張ります。皆さん、応援よろしくお願いします。ジュニアでした。バイバイ。